ってことは高田さんここから多分必要な名屋さんの高田さん妨害が始まり、高田さん絶対殺されないで頑張ってください。一生扉閉められますね、高田さんだけ。無限にタオル拾ってるやん。取り忘れちゃったかな。あ。行きますかね。はい。よくわかんない好きになっちゃった。ルベトガミプテ。364。やばくね。行くべきか。これやばくね。え？って怪しい。何それ？ああ、1と1いる？1したいんだ。よかったよかった。昇降機右でしたい。昇降機右？右の上です。で、ね。アドミン見て俺は死体発見に行っていて、昇降機絶対死体あると思って行って死体発見していて、停電なる前ぐらいに武器とかキッチンとか展望あたりにいた人シロだと思うし、貨物あたりにいた人たちもシロだと思う。展望デッキがずっと4ついてて、もう基本藤宮が待機してて停電勝ち合ってて、で停電、ね、勝ち合った人がね多分 4,5 人いるから、いや真ん中3つが真ん中が最後ですね。なんか停電なったぐらいの時にとりあえず昇降機がずっと4ついてたから変だなと思って、だったら2っすね多分。2人いるってことか。うん、今倍になってるから、うん、あ、ね、貨物が6だったと思います。ガミさんはメイン脇ですだよね。プテプテガミ、ね、ネロだって、ね、3人で、で速攻手幅の方行ってて、俺とプテはエレキ、で俺はエレキずっと残ってて、プテは出て行ったんだけど最後ベントの部屋から出てきたね。出てきてないです。あ、ベントの部屋からは出てきたけど、ベントの部屋にいただけです。うん、まあ下位置的には怪しいかなと思っちゃいますね。あ、まあ、うん、そうね。俺アーカイブ端巻きなんだけど、シャワーで速攻降りて、でシャワーのタオルタスクを終わった後にメインの扉を開けてメインエンジン宿舎ミーティングって言ってます。え、宮田タオルだ、タオルだけっすか。僕と源さんの前にいる感じの子。アーカイブタスクやった後だ。ああ、アーカイブタスクやった後にタオルタスクやってる。ミーティングいつ到達してる今。いや、ミーティングには行けてないはず、宮田さん。僕今、はしごのぼ、宮田さんと僕で今、並走してはしご登ってる最中ぐらい。まあ、届いてないぐらいだよね。はしご登ってますよ、僕今。終わってるよ。ミーティングの身の下にいる俺。マジ、伊豆さん見えてる？あ、僕、メイヤーさんと一緒にはしご登ってます。あ、そうなんだ。自主点は。僕、その後ろにいるからさ。その後ろにアルゲンがいる。みんな見て。俺もミーティング付近におるで。そうじゃない。え、トーダスさんっていつ行くの。あ、下、昇降機左ぐらい。そうそうそう。うん、ね今、昇降機、トータスが。はしごの真下ぐらいに、うん、ネロちゃん、トータス。まあまあまあ、でもそこ、あんま関係ない。そうそう、登ろうとしてる誰かがおった。あ、じゃあ、停電ぐらいの時に、だから、プッキーとかキッチンがいた人で、あ、トータス、伊豆はそうです。伊豆、トータス、藤宮がそっち方面に。で、停電になった時に貨物にいたのが、アルタケゲン。はい。はい。おそらく3人とも入れば見ています。じゃあ、あと浮いてる人がキルしてそうだけど。うんうん。怪しいけどな。一番怪しくね。まあ、ゴミサバだろう。早い。上か。ああ。名屋さんが現行犯。そうね。はい。あ、ドミンなんか、またアドミンの被害者あるか。アドミンなんかみんな。高田さんがアドミン見てるときいつも目安インポスターいるじゃん。確かに。
クソすぎるってマジで。ゲームを壊すなーって言ってた時も高田さんが見てた。ゲームを壊すなー。いや時間投げし暇だし見ようかなと思ったら死にたいが出たから。竹雄さんって今のターンメインで何か助けありました？やってるよ。あ、オッケーっす、オッケーっす。シャワーで配線違うな、なんだっけ、覚えゲーやって配線やったらメインに配線出たからメインに戻ったっていう感じだったと思う。ああ、そう、なんか一瞬立ち止まってるように見えたんで、リアクターなった瞬間ぐらいに。全然立ち止まるけど。あ、でも耳見たから投票されてる。あ、そういうこと？もう見ません、怖いから。もう見んない、二度と。ごめんなさい。ねえ、プテかな？プテも怪しいけどな。まあでも切ってんだろうな、メイヤさんは。ナイス。おお、素晴らしい。うん。原産インポスターじゃなさそう。ほう。ほう。だってメイン上がってから何したか教えて。まあ、あの、ビチキルメイン。ちょっと違いそうね。メイン上がってから、メイン配線、暗室、ゴミです。あれ、もう一個ぐらいだったっけ、うん、そんなもん。え、クエさんシャワー来てたよ。え、今のターンじゃないでしょ、さっきのね。ちょっとね。失礼。うん。合ってる合ってる。俺がエレキの覚えゲー5番までやって、プテが最後、あの、ベントの部屋から出てきたから、遅えなと思ってたのね、いろいろやっても。うん、あれだけゲームはね、インポスターじゃないと思う。いや、そう、初動絶対白を取る硬い石がない限りは、うん、あの動き絶対インポスターでしない。待ってありそうだな。飛ぶボタンです。まああのなんか貨物のその3人がインポスターじゃなさそうっていうのが、初手3人各々の1個タスクをやった後、配電盤に全員が同じタイミングで集合したんで、なんか一旦前しなさそう。ごめんね、一旦前にさ、貨物とかアーカイブとかシャワーにいた人って誰？ちなみに1個前。一旦前、リアクターが鳴った時ですか？コミューサボ、コミューサボ。あの、まあ、何にも起きてないターン。ネロイズプテシャワー。ネロワルがアーカイブシャワー。ははは。何も起きてないターンってな、いや、どれだ、伊豆さん、だからその一旦前だと思う。さらに一旦前じゃない？ええ、コミサボの時でしょ？この一旦前で、普通にこのコミサボのターンだから、この一旦前で、うん、はい、シャワーに行った。あ、じゃあシャワー。その辺にジンがいると思われると、あのコミサボあたりに結構人いたから、そうで、俺がさ、そう、俺コミサボの中で待機してて、霊界から鳴らすと到底思えないから、俺がコミサボの中で待機してるから、なるほどね、そう、うんうん、だから右にいる人物が普通に現世のインポスターが小宮さんも鳴らしてると思うから、普通に右側の、あ、そうね、小宮さんも体型を分かった上で小宮さんも鳴らす人いないと思うから、さすがに上高田さんは私が白いっていう表現で、そう、源さんはね、武器庫にいて、そう、俺が小宮さんに上がっていくのを見てるはずだから、だったら同じ理由で武雄さんも白、そう、だからその辺にいる人白だなって思っちゃったから、シャワーとアーカイブら辺にいたのはアルネロっすね、うん、で最後プテが最後入ってきたね、メインから、うん、あ、メインからプテ入った。俺、プテさんに若干ストーリー聞きたいんやけど、動き的に鳴らしそう。何シャワーの、そっち、いいよ、誰ですか、シャワーの配線やってる時に、プテさんなんかメインの方から上がってきて、シャワー上抜けていくんかと思ったら、ザールタックで引き返して、配線来るのとか配線来てないから、何しんだろう。あ、オッケーオッケー。僕はあの、そのターンはシャワーを、タオルを上から集めてしまったんですね。右シャワーの右側のタオル、左側のタオルっていう風に動いたのはそれね。でその後下回りで全部回収して今入れてました、このターンは。えっていうかさっきのターン、その高源武と一緒にいたんですよね、左らへんで。うん、脇がキッチンだったはず、うん、だったら結局アーカイブシャワーくらいでアルネロ見て、でネロちゃんがイズプテ見てるんだったら、藤宮のターン脇、ターン浮きの方が、ああ藤宮浮いてんのか、全然考えてなかった。藤宮ボタンないよ。え、あ、さっきのターン、ボタン、さっきのターンは多分藤宮ボタンじゃなかったっけ、あれ、うん、さっきのターンは言ってるね、コミサボのターンですよ。でも確かにな、玄武は玄武高まではコミサボ鳴らすような位置じゃないと思う、正直、うん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 、鳴らさん、鳴らさん、鳴らさんと思うけどな、プテは人外だと思ってます、今鳴らしますよ、鳴らすのかな、どうなんだろう
手陣がやと思うけどな。うん、ゴミがな、どうしよっかな、ボタンでいいかな、いいよな、配線もあれで終わりだろうし、何本やったっけ配線、まだ1本か。じゃあもうタスク終わるわ。ビビっただろうな、このターン、ヘレキにひどいすぎて。タスクまだちょっとかかる。全然かかる。あの、2ターンはかかりますよ。俺3ターンぐらいかかっちゃうから、確かにそれか。無事、プテ、ゲン。なんかプテ、あ、死ぬか、カメラほぼ全部使い切って誰も映ってないです。なカメラがある場所に死体はない。結構浮いてます。中盤以降。で、アルタカプテが石油にいた僕がカメラつける前。あ、そうなの。うん、アルタカが石油について、ビデオテープやって終わったら、プテタ、タカラさんだけどっかいたかな。で、チェケはいて、で、アップロード終わらせて戻ったら誰もいない。で、カメラつけて全部使い。タカラさんはエリキ方面行ってるのと俺がすれ違って俺最終展望。プテはその時まだテープタスクやってた。今キッチン武器って言ってます僕は。これはもうタスクあと1個だけなんで、あのキッチン弁当一生パカパカしてました。ワンチャン出てこないかなって。んネロちゃんってなんで展望できた。あ、アップロードと配線があるから。ああ、はい、はい、僕はあとミーティングでタスクは終わる。1分半あれば絶対行けます。終わってます。やいね、みんなね。めちゃくちゃ早ない。おかしいよ。俺あと6です。初手めちゃめちゃ時間あったんだね。まあそうだよね。ってことは高田さん、ここから多分必要な名屋さんの高田さん妨害が始まりそう。ないな。高田さん絶対殺されないんで頑張ってください。一生扉閉められますか、高田さんだけ。マギオ。あ、そうか。俺何にもしてないからか、初手。ああ、そういうことか。答え出てる。マギオ。一陣。不死身屋だ。はい、展望のアップロードでお肉です。アルタカミーティングで無理です。一応発見してから、5、6秒待ってからしました。早速進めたいと思ったんで。宿舎脇ってちなみに誰このターン。え、宿舎脇扉の開き方がめちゃくちゃ不自然だから変だなと。今回伊豆さんがコミサボ直してました。はい、直しました。確かに。下だけ開いてたんだよな。俺配線だけ行って。あ、いや、左も開いてましたよ。あ、俺が左開けたからそれ。あ、そうなの。俺エンジン脇配線やる。宿舎行ったら、ちょうど宿舎から出てくる人いて、ちょっと忘れちゃって、下だけ開いてて、何ずっと宿舎でぼっ立ちしてたんだろうなって思っちゃった。フジミヤのコードも聞いていい？では、エンジン脇、高田さんと一緒に湧いて、初動は武器庫キッチン。
で、そこから暇だからぐるーっと石油エレキって回ってメインエンジン。あ、ちなみにタスク終わります。なので、タスク終わるならスランでいいかな。スキップでも大丈夫です。そして散歩いいか。違います。か意思表。キッチン巻きです。おお、つろつる。いや、これあれか、人外が入れてる散歩。危ないよ。原産しか入れてる宣言してないから。だから多分人外が入れてます。投票も、あ、いず入れてる。危な。プンパッとバレした。ワンチャンあったよ。つけられてる。タオル拾いまくってるやん。無限にタオル拾ってるやん。タオル取り忘れちゃったかな。あ、本当の中にもあったのかな。高田さんガチャガチャやってるけど大丈夫これ。ああ、はい、ナイス。早いよ。早いね、マジでみんな。アドビ見てるからですよ。アドビ見てたから。あっち刺さったな。チャットちゃんかバグった。なんかバグった。時間長かったから刺さんないかなと思ったけど。ほら。もう一回入ります。入り直した。直るよ。